愛知県諸崎の石川丸さんにやってまいりました。本日ご同行いただきますのはいつもの台場から西村さんと鈴木さんです。おはようございます。あれ、あれ西村さんがいないですね。いないですね今日、まあ、お忙しいということで今日は、はい、安成先生お願いしますよ。お願いします。何狙いで今日はね、カワハギです。今どんな状況ですか？結構数が釣れてるんで今日もめちゃめちゃ釣れちゃいそうな気がしますね。まあ、また当たりも楽しいですからね。そうですね。はい、はい、今日はよろしくお願いします。お願いします。もう目の前が諸崎の羽津岬で、諸崎前です。まあ、一般的なカワハギ仕掛け、胴付きの3本針ですね。カワハギはね、目立つ重りが好きなので、うん、もうキラキラした重りをつけて仕掛けするための中重りを一つつけている感じですね。はい、餌は、ね、アサリのむき身ですね。なるべく新鮮なものを使ってください。はい、水管とベロで持たせて、カワハギが好む綿に針先を入れるという形で刺していきます。針先が少しだけアサリから出るようにですね。でアサリがなるべく丸くなるようにつけていきます。水深はね、今 7,8 メートルのめちゃくちゃ浅いところですね。そこに着いたら1メートルぐらい上げて、ここからゆっくり下げていきます。カワハギ釣りはそこの釣りなんですけども、うん、他の小ベラだとか小ダイ、そういった魚がもううじゃうじゃいてですね、先に餌を取られてしまう可能性があるので、はいはい、もうあの上の方から見せて、上の方にいるカワハギから順番に抜いていくみたいな感じですね。それがいいかと思います。もう他の魚が当たってますね、はい、当たり分かりますね。ちょっと一回上げてみます。はい、わー、綺麗に取られましたね。もうツンツル手にされました。これがね、カワハギ釣りたまんないんですよね。クソーってなるんですよ。これがまたたまんない。おー、はい、来ました。あー、カワハギ、おー、本命。1メートルぐらい上からゆっくり誘い下げていったら、うんうんうん、チクチクチクっと、うん、ありましたよ今年も。よし、頑張りましょう。釣ろう。竿軽っ。持ってないみたい。あ、持ちた。あー、いきなり思いました。すげえ。第1投目から。1投目、はい、いいね、カワハギ、楽しいですね。特に感度がいい竿ですからね。まあ、手にはピンピンくる。来た来た、うん、あれはそうなんですね。お、変わりましたね。おー、かかった。まあ、ゆっくり下げていったらね、50センチぐらいのところでね、触りがあって、でその場でかけた感じですかね。もう、うっさいけど、じりじりって針を噛むあたりがあったんで、かけに行きました。小さいんで逃がしていきます。はい、元気に帰っていきました。金属的な当たりが、おー、すごくのぶとい子が出てましたから。お、すげえ、ダブル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 。楽しんじゃってる。カワハギ釣りには大きく分けて2通り釣り方があります。船の真下を狙って点で釣る釣りですね。縦の釣り、それとキャストをした横の釣りですね。縦の釣りは中の釣りですね。誘い下げ、プラステンション、ゼロテンション、たるませ、はませと、だいたいこれぐらいの感じですね。横の釣りは遠くにキャストします。定点の釣りですね。カーブフォールです。そこをほずきながら手前に寄せてくる。そこを引きずってきます。いろんな釣りを試してみたいと思います。やっぱカワハギ離れる人が多いの分かります。おー、これ乗った乗った乗った。サイズアップ。あ、いいサイズ。私が今使っている竿は極栄カワハギ EX-AGS-LC です。軽量化を追求したライトコンセプト、史上最軽量の 50g ですよ。びっくりするぐらいの軽さに仕上がっています。非常に手感度にも優れます。違和感なく食わせることができる設定となっております。このゼロシートっていうのが新しく開発されて、ストレスゼロっていうことでどこ握ってもフィットするような設計になってますね。それに合わせるリールはアドミラ100です。 135g、 めちゃめちゃ軽いですよね。おー、これ
ね、柔軟なメタルトップがね、いい当たり出しますよ。おお、ほらゲット、結構いい当たり出してくれますね。 LC でバッチリゲット。おお、ちょっとね、ちょっと作戦しました。そこをトン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 、そこトントン作戦です。あ、鈴木さんも来た。はい、初ダブル、ダブル来ましたね。釣れてますよ、止まりません。この度ですね、 D-MAX カワハギ糸付きトクヨが新しくなりました。ハリスの長さが8センチになりまして、長すぎず短すぎず、あらゆる状況に対応できるようになりました。パワーマルチとゼロネオフックを加えた7種類になりました。その時の竿や状況に合わせてお選びください。今回私が使ったタックルは2種類あります。まず1つ目が直営カワハギ EX-AGS-LC です。ライトコンセプトという意味でですね、ダイワ史上最軽量の 50g です。びっくりするぐらいの軽さですよ。 EX ブランクスにメタルトップに AGS、さらには新たにゼロシートも搭載しておりますので、ただ軽くて柔らかいだけではなく、手感度も非常に優れます。竿の調子は1133、かなり柔軟な調子になっています。この柔軟性を生かしてですね、活性の低い魚、餌を吸い込ませるのに適しています。それに合わせたリールがアドビラの100です。 LC が 50g、 アドビラが 135g です。合わせて 185g、 軽さは感度です。ぜひ使ってみてください。もう一つのタックルが、竿が直営カワハギエアーの F1 です。針の強い1454調子で、全ての操作と合わせが最速で行えるような設定になっております。同じエアーから VS というモデルが出ています。そちらはメ感度に特化した竿になっておりますので、手感度とメ感度、お好み合わせてお選びください。 F1 に合わせたリールはアドミラ A の100です。このリールも 160g ととても軽くなっています。ぜひ使ってみてください。はい、今竿を持ち替えましてね、直営カワハギエアーの F1 です。全ての操作と合わせがですね、最速で仕掛けに伝わるような設定となっています。手にはね、もうほんとビシバシ伝わってきます。素晴らしい手感度ですね。 F1 に合わせたリールはアドミラ A100 です。こちらね、 160g と、これも軽いですよね。レスポンスよく動かしてゲストをかわしつつカワハギを集める。ここで止めていきます。で、ほい、あ、よし、来たカワハギが食いに来たあたりをですね、手感度で取って引っ掛ける、そんな鳥ですね。よっしゃ、餌取りとダブルで、はい、10匹目。惜しいな。手感度でカリカリくるあたりを引っ掛けました。今ね、入れてすぐね、1匹目がかかったんで、もう1回誘ってみたらですね、もう1匹つきました。ダブルです。やりました。これを使って底吹きを狙ってみたいと思います。揺らしながら誘い下げていきます。誘って止める、はい、入りましたね。止めた瞬間にお酒を入れましたね。やりました、狙い通りの1枚です。さあ、それでは鈴木トーナメンターに挑みたいと思います。お願いします。はい、お願いします。行きましょう。やった、やった、 おーすげえ。2ポイントゲット、一気に。あ、まず1枚目。よし、いい、理想のサイズ。いやー、もう並んだ、やった。4匹目、並びました。釣った釣られたのデッドヒートで。頑張ってますよ、必死になって私。おっしゃ、さすがだな。待って、まあまあのサイズ、サイズええやん。安成さんが待ってくれてますので、今9対9ということで、最後1匹釣ったら勝者が決まる。いきます。はい、はい、揺すって見せて、おっしゃ、おやったー、おー。
ただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。くじー無事に帰ってまいりました。楽しかった。めっちゃ釣れました。大量でしたね。まあ、今日のこのカワハギ釣りは本当にタックルがいかに大切かということがよく分かりました。そうですよね、うん、やっぱり軽さと感度、これですよね。もう一番大事です、ね、1日当たりがあって全然疲れないし、うん、当たりがものすごく明確に来る前から分かりました。ぜひ初めての方もやっていただきたいです。このカワハギなんですけども、いつぐらいまで。そうですね、11月いっぱいぐらいまでは楽しめるかと思います。石川原さんは釣れたフグもさばいてくれますので、贅沢にですね、カワハギとフグ2本立てでやってみてはいかがでしょうか。ぜひ石川丸さんに遊びに来ていただきたいと思います。ということで今日は大河から鈴木康成さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。